一つ、森公園は、秋田県秋田市にある都市公園である。秋田市中心部から南東に約 2.5km ほど離れた郊外にあり、楢山あざ石塚谷地から下北で桜、上北で百咲、上北で荒牧にまたがる一帯の山域を公園域とする。当初は金勝寺山東部公園として計画され、1986年の開園に際し、公募により一つ森公園と命名された。市民の休息、観賞、散策、スポーツ等、総合的なレクリエーション利用を目的に、園内の施設は大別して、日本庭園、ロックガーデンなどからなる性的レクリエーション施設と、体育館、ジョギングコースなどからなる動的レクリエーション施設からなる。旧黒沢家住宅久保田藩の500石取りの上級武士だった黒沢家の旧宅。江戸家を通じて、芳賀屋、赤田屋、吉成屋、平井屋、黒沢家と持ち主が変遷している。久保田城下の東猫屋町に所在していたが、1985年に黒沢家から秋田市へ寄付され、1988年に本公園内に移築された。母屋、表門は18世紀前半の地区、表門は長屋門形式である。氏神堂、米蔵、土蔵は19世紀の地区。母屋のみならず、敷設の表門、木小屋、土蔵等、屋敷の施設群が一体として良好な状態で残っていたことから、1989年に国の重要文化財に指定されている。建物は秋田市立佐竹資料館が管理している。入館料、開館時間等。ありがとうございます。